幼少期のゴッドフリートを描いた肖像、ハンス・マカルトが、1870年、ゴッドフリート・マクシミリアンガ・マリア2、ホーエンローエ・シリングス・フュルスとは、オーストリアの貴族、軍人、外交官。最終階級は、陸軍少将。中毒オーストリア大使。ドイツの旧諸公ホーエンローエ家の一員。オーストリア区内長官を務めた。 ホーエンローエシリングスフィルスト公子コンスタンティンと、その妻のザインビトゲンシュタインルートビヒスブルク公女、マリーの間の4、男として生まれた。ホーエンローエ家は売信化された、シュタンデスヘルカモンで、父方の叔父のホーエンローエシリングスフィルスト公、クロートビヒは、バイエルン最小、ドイツ帝国最小を、時系のコンラートは、オーストリア首相を務めるなど、多くの政治家を輩出した。 また、母方の祖母カロリーネは作曲家、フランツリストの愛人として知られる。ウィーンの書店中東教育学校を卒業後、1887年より陸軍第6表記兵連隊に入隊し、1893年から1895年の間はテレジア軍事アカデミーに学んだ。1902年から1907年まで、 サンクトペテルブルクの大使館で、駐在部官を務め、これを契機に、外交官としての道を歩むことになる。1908年6月3日にバーデンバイ、ウィーンにおいて、オーストリア帝室の一員で、テシェン公爵家の当主である、フリードリヒ大公の娘、マリア・ヘンリエッタと結婚した。夫妻の間には、エリーザベト、ナターリエ、フリードリヒの一男二女が生まれた。 1908年4月から1913年11月まではベルリンのオーストリア大使館に勤務し、1914年8月4日から1918年11月14日の第一次世界大戦終結までオーストリアのドイツ大使を務めた。1914年末にガリツィア東部の割譲と引き換えにロシアと単独講和しようというドイツ政府の構想を破棄。 させている。また、1917年のシクストゥス事件をきっかけに、皇帝カール一世と二重帝国外相をたかる、チェルニーン伯爵との関係が悪化すると、チェルニーン伯爵の更迭後に外相に就任すると思われたが、実現しなかった。ありがとうございます。